大竹紳士交友録、今日はガンバレルーヤさんがお休みということでこの方と一緒にお送りします。そうですね、うん、はい、お見送り芸人しんいですそうですね、そうですね、ガンバレルーヤさんの代わりといえばしんいちというか、うん、なってきましたね、はい、君さ、はい、需要があるのすごい質問なんですか急に。なんですかってめちゃくちゃありますよ需要。どこで。いやもうそらもう大竹さんがこう今このラジオもね新一を出せ出せって言ってるわけですから、大竹さん少なくとも大竹さん需要みたいな感じになってますやんか。言ってないよ俺はそんなこと。本当ですか、うん、上の方が大竹さんが、うんうん、じはい、直談判珍しいですって言ってました。大竹誠ゴリ押し芸人、ゴリ押し芸人え、あの俺の聞いてるのは他に出るとこなくなっちゃったんでよろしくお願いしますって話を聞いて、大竹さんなんとかなりませんかって言われて、いやいやいや、そんなことない、そんなことない、俺はその時でも断ったんだけど、はい、断ってください違うんすよ、はい、断ったのに出てきちゃってんだったらちょっと、うん、確かにちょっと真面目な番組っていうのは呼ばれなくなりまして、うん、はい、まあ、気ぃついたらドッキリみたいなのが多なりましたけども、うん、そうだよね、そうっすね、いろいろこうだから嫌われてるだけじゃない、嫌われてないっすって、嫌われてるだけじゃなくてなんかこう、はあ、女性問題でもなんかひどいことになってるって。え、何、ね、ですか、何ですかじゃなくてお前ってとぼけてんじゃねえよ、とぼけ、とぼけますよそら、とぼけんじゃないよ、怒られてんすから、うん、いろんなところで、怒られるんですか、文春オンラインでひどい目に遭ってるって、なんかひどいことしてるって言われてる七股の文春法が違うんですね、その七股、七股、まあそうっすね、まあだからまあ、うん、ね、おい、ね、おい、うん、個性追い抜け、うん、大竹誠みたいな感じで、うん、追いつけみたいな感じで、その若い、やめろ、何十年も前のこと、若い人もな、何十年も前のことって言ってる、まあ、時代がね、うん、違うだけで、時代が違う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 、ね、え、何元よ、大竹さん何元の、違う、何元の、大竹さん追いつけ追い越し、分身で何、どうしたの、まあそのまあ元をたどれば、その水曜日のダウンタウンという番組で、ドッキリかかった時に、こう僕が自分でこう喋っちゃったんですよ、はいはい、やばい女の子家に来てるみたいな感じで、はいはい、でそれがほんまかどうかっていうので、うん、週刊文春がこう追ってたみたいなんですよ、うん、はいはい、ほんなら一人の女性が浮上してきて、うん、で写真見せられてこれ撮られましたみたいな感じになって、こう記者がブワー突撃してきたんですよ、はい、家の前まで、うん、でとりあえず一旦怖いから逃げようと思って車でグワって逃げたんですよ、うん、ほんなら劇場の前に先回りしてて、うん、でもうしゃあないわと思ってもう全部喋ろうと思って、うん、こういうのやなんですけども、この人とは交際してますか、うん、って聞かれて、うん、いや交際はしてませんって言って、うん、で、なんか寂しさを、ね、お互い埋めてますっていうことを喋って、うん、で他にも 2,3 人いますよね新さんって言われたんで、うんうん、いや2,3 人だけで7いるんですってあら自分で言っちゃったんですよ、自分で超えちゃった、何そんなとこで見え張ってんだよ見えじゃないですよ、見えじゃないってのもおかしい、どっちだちょっと待って、これどっち行ってもあかんやん、これ本当は何なのか、違う違う違う、なんていうか、それで、うん、まあ こんな嘘ついてもしゃあないなと思って、うん、全部喋ったら、うん、こう七股交際って出ちゃったんですよ、うん、タイトルが、うん、だ交際してないんですよ、うん、それだけちょっと訂正させてくださいこのラジオを通して、なるほどね、はい、交際はしてない、ね、交際してません、うん、はい、じゃあ何なんだよその7人は何なんだって、そうだから、うん、分かるでしょ大竹さん大竹さん、大竹さんが一番バカ野郎、バカ野郎じゃない、こんな15時台に喋る内容ちゃう、帰れ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 じゃないです、こんな話させててください、うん、でもさ、はい、お前意外と実害がないとか言ってんじゃん、実害がないっていうのは周りが言うてるだけで、うん、僕は別にそんなことないんですけど、うん、でも実害は何の実害があるんだよ、例えば、ね、例えばレギュラーが飛んだとか、あ、確かにあれ、お前、ね、お前レギュラーないだろ、レギュラー、まあレギュラー、まあこの番組ぐらいあれなんですけど、レギュラーないしゼロですね、ああ CM はゼロですね、あ、ゼロだろ、ゼロです、ああ、はい、でまあ、うん、劇場とかその舞台のレギュラーもないですから、うんうんうん、ああ、じゃあ実害ないじゃんまあ何よりもこの話題の文春法がそうっすよ、バズーカでバーンって出たにもかかわらず、うん、世間に何も響かなかった、響かなかった、響かなかったですよ、お前も自分からや
やりましたって言う、はい、言うしか手がないって話週刊文春が新一はもういいっていうもうお見送り芸人新一話題出すんじゃねえって言ったらしいです2、3って言って向こうはもうあの見つけてやったと思ったら、はい、見つけてやった 7って数字出されちゃったら、うん はい、それやる気なくす、ね、やる気なくしたみたいですもうこれ以上広げんなこいつってなったらしいです謙遜もしてないし謙遜もしてないですしもう、はい、いやレギュラーないコマーシャルないって、はい、何の実現がないです今までそれで芸能人が潰れていってんのに、いろんな芸能の人がね、新一はずっとなんか立ってるから、これどうやったら倒れるんだみたいな。普通はだからこんな人だと思わなかったっていう、うん、あの感じになりますけど、新一さんの場合はそんな人だもんね。そんな人が別に悪くならない。いやでもそれはでもそれヤフーコメントとかでめっちゃ書かれてました。あら何を？いやそんなのもう知ってたよみたいな感じで当たり前だろこいつみたいな感じで。営業はどうした？営業とかも、うん、まあそんなバーって減ったことはないんですけども、うん、まあちょっとその落ち着いてくださいみたいな注意は受けましたけども、うん、落ち着いてくださいその、はい、まあ、でもそのお叱りというか、うん、注意は受けましたけどそんなあれです、うん、大丈夫というか、うん、はい、そこまで怒られてないんですね、うん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 、でも営業が大丈夫だって営業にもよるだろう。あ、そうですね、うん、まあでも上層部の方がひょっとしたら、うん、隠してるかもしれないです。お見送り芸人しんいちのこの記事を隠しながらプレゼンしてるかもしれないですね、うん、いやそんなR1 チャンピオンです、 R1 チャンピオンです、ぜひ呼びましょう、そうちのこのイベント呼びましょうって言って文春法やめて、まあ、文春 R1 チャンピオンの これ一押しでブーって言いかけたら、うん、R1 チャンピオンがありますけどブーって言いかけた時ってまあまあよろしいですよ、いいじゃなくてある、はい、文春法のブー、そうそう、文春法あるある、そう隠しながらね生きて隠しながら営業を続けて続けてますし、だから何ですかね、まあそうですね、助けてくれる人は多いかもしれないですね、ひょっとしたら僕はもう助けてもらってますね、うん、これこん、うん、潰されないというかみんなでも迷惑かけてます、うん、事務所には、うん、事務所にはめちゃくちゃ迷惑かけてます。でその前にみんなに嫌われてるってのあったじゃんこの文章をどうのこうのじゃなくて、うん、みんなになんかこう嫌われてたじゃん。え、嫌僕ですか、うん、僕嫌われてるんですか。え、嫌われてるんですか僕知らなかったの。え、僕だって阿佐ヶ谷姉妹さんとかもなんかもう、うん、あと拍手で僕をブースの中に 入れてくれるじゃないですか、うん、だから拍手一つもしてない何してないですよ、ね、いやいや、うん、待ってました、うん、みたいな感じで始めますやんか。してないし、メモは、美穂はメモを合わせてない。マジっすか、メモ合わせない。のど飴みたいなちっちゃいの一つずっとただ口の中入れてただけだった、ね、うん、え、そんな頑張れろよ、うん、まあ、困ったな、困ったけど、でもね、来たって言うわ、なんか、うん、なんか一曲なんかできるの？あ、それじゃあ一曲じゃあ歌わせてもらいますわ。ちょっとじゃあ、本当？はい、せっかくなんで。うん。ちょっとじゃあ、いつもの最強の存在って言われてる。今日はね、でもね、オープニングからね、うん、どうもね、チャンネル変えられそうになってるんで。え？今日は。マジっすか？うん、だここはちょっと、ね、ちょっと変えられないようにお願いします。ちょっとな、ちょっとな、はい、どうなんだろう。ね、はい、わかりました。行かせてください。うん、じゃあ優勝した時のネタのちょっと新ネタバージョン。あら。僕の好きなもの歌わせてください。アスファルトに咲いてる花好き、雨上がりの虹好き、観覧車の一番上で告白して振られてるやつ好き。いくぜ、ガリガリのやつの殴り合いの喧嘩好き、議員にめっちゃ居眠りされる市長好き、凛太郎の結婚発表とかぶって薄まった朝の忠信好きありがとう、はい、あ、いや大したネタじゃないこれちょっとこれ歌いたくて、朝の行くぜって何なんだ、行くぜって誰も行くぜって誰もについてってなかった。いやいや、そスタッフさんその、うん、ね、後ろに、まあ、スタッフさんとかわーって手挙げてましたから、挙げてねえよ、わーって全員なんか下向いて喉飴舐めてました。だから喉飴やめてください、やめてくださいよ、そんな
性のど飴舐めるの初めて見た。やっぱりのど飴だな。のど飴ちゃいますやんか。もういろいろ助けてください、この番組だけは。もう僕を、借金どうなった？借金ですか？借金はもう本当に僕が返済したというか、全部賞金で返済できました。はい、でそうです。親父は借金してないの？親父は借金してないです。はい、ないです。まあ、でもニュースになってて、その昔の話なんですけども、その僕の父親が連帯保証人で2000万借金作ってきて、ほんで、家族会議開かれて、ほんで翌日、おとんがテンション高く帰ってきて、パチンコ6万買ったって帰ってきて、おかんが、じゃああと1993万円やって抱き合ったっていう、それがニュースになったんですよ。明るい家族です。本当に計算早かったっていう、おかんが。おかんしっかりしてるのに。おかんしっかりしてるなと思ったら抱き合ったらですよ。さすがな家族ですね。これもニュースになってましたからね。ああそう。はい。ね、全然ニュースになってね。これは何こう、でもなんかこう、皆さんに笑ってくださいよみたいな。これはどこで喋ったんかな。まあそうですね。笑ってほしくて喋ったと思いますけども、まさか。営業でちょっと儲かってそうな感じするよな、その、はい、あシャツですか？チェットベイカーのシャツ着てたりして、そうですね、綺麗な、ありがたいこと、綺麗なシャツ着てたりさ、来るたんびになんかちょっとずつなんかこう着るものが、はい、ちょっと、いや確かにそう、うん、ちょっとずつもらったりとかないの？なんか誰かからの可愛い子ちゃんからのプレゼントとか、そういうわけじゃないんですか？あ一応ですね、その7人のうちの、はい、1人の方からプレゼントしていただいたシャツです。7人の方1人がくださったシャツ、当たっちゃった、当たっちゃったの、当たっ、そうです、そのシャツでして、ありがたいですね、本当にそれを着させていただくという感じですね。その1人が君に対してどう思ってんの？あいやもう本当に、その方とかはもう全員言うんですけども、もう諦めてまして、新一くんとか真剣な交際求めてません。私は、違うとこで、大好きな人作るからって言ってますね。ほぼ全員が。あ全員が。はい。もう、まあ、つなぎだ。あそうですね。そうです。だから中継ぎって言われてて今。中継ぎ。はい。はい。6回7回から出てくる中継ぎ。中継ぎに謝んなさい。はい、そうだな、中継ぎに謝れ、そういう立場大事、大事ですか？そうです、そうです、そうです、中継ぎだと思えばな、そうです、そんなに腹も立たないけどな、抑えのピッチャーには僕なれないんですよ、うん、いやこっち真面目な顔してみないでいいです、そんなのいいです、真剣な顔してこっち見ないで、ワンポイント中継ぎピッチャーと思っていただければ、私は逆によく大竹さんがそうだなって言えるなと思って、そこだけちゃんと、いやだから大竹さんと僕のやめろってお前そこじゃん、なんで俺に火の粉がかかるようなものの言い方するの？火の粉じゃないっすやんか。いや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 、助けてくださいよ、僕来るたびにお前と一緒に俺も嫌われていく感じがするんだよ。もう勘弁してくれよ、まあ、俺は過去の話、お前は今の話、今令和、全然令和と昭和の話、うるせえ。仲良し、今のちょっと面白かった。平成抜けて令和と昭和、令和と昭和、令和と昭和、令和と昭和の芸人が今喋ってます。はいね、ザジーどうした？嫌われた？ザジー、いやザジーは、いやいや、仲良くなってもザジー嫌われたというか、まあ、ずっと僕のこと嫌ってますけど、ザジーは、はい、変わらず、ね、なんか文句言われますね。ああ本当、はい、仲良くやってます、はい、M1 グランプリ挑戦してますんで、でもね、事務所に特組まれたんですね、はい、事務所 どこだっけ、ザジーが吉本で、僕がグレープカンパニーっていう、クリーンな会社、なるほど、ね、サンドイッチマンのいる、ね、はい、長野さんもいらっしゃるしね、はい、そうですね、グレープカンパニーはどうなの、もうちょっといらないなとかってなってないですよ、聞いてない、なってないですけど、そのいらないなとはなってないですけども、事務所の色ではないなって今なってますね、サンドイッチマンとか、そうだね、雷とか流れから言ったらね、ティモンディ、最近でいうピッチャーなった、イメージいい人たち、そうイメージがいいじゃないですか、みんなに好かれる芸人ばっかり集めてやってたんですけども、裏がない、そうです、一人の、はい、ちょっと嫌われ者というか、裏ばっかり、そうです、僕と長野さんだけ事務所長野を例に出すな、長野だってそうじゃないですか、お前だ長野さんだけちゃうんすよ、あ帰ろうか、疲れちゃったな、なんか毎回疲れますよ、ね、僕来た時なんかお前疲れんだよ、はい、お時間来ました、大竹紳士恋力お見送り芸人しんいちさんでした、明日火曜日中島たけしさんがいらっしゃいます。